消防士の台所 in 真庭は、真庭市総にある真庭市消防本部を会場に開かれました。高く振るよ。高くからお願いします。高所から OK OK です。よし。このイベントは消防士が作るまかない飯を通じて消防や防災に関心を持ってもらい、交流を深めながら防災意識を高めてもらおうと真庭市消防本部が開きました。2回目となる今回は、防災意識の高揚や岡山県内の消防関係者同士の連携強化、真庭市にはまだいない女性消防士の認知度を上げようと、倉敷市、津山市、笠岡市、井原市、美作市の5つの消防局、消防本部も参加しました。消防士の台所は今年2月に初めて開かれ、消防士が作るまかない飯が食べられるとあって、市内をはじめ県外からも大勢が訪れ、大盛況となりました。この日は消防士に人気のオムライス、カレーライス、ビビンバ、焼きそばの4品にそれぞれポトフがついたものが合わせて400食用意されました。また消火器訓練や救急訓練、消防車両の展示や防火衣を着ることができるブースなど14のブースが設けられ、来場者がさまざまな体験を楽しみました。こちらでは600リットルの水を搭載した総重量およそ 6.4 トンの消防車の綱引き大会が行われました。来場者と消防士、どちらが早く消防車を目印のラインまで動かせるか対決です。子どもたちは大勢で力を合わせて綱を引き、目印のラインまで21秒かかりました。いざ消防士はというと、なんと4人だけで12秒。日頃のトレーニングが見事な結果を導き、来場者を驚かせました。体験ブースの他にも、今年8月に行われた第48回全国消防救助技術大会はしごと班の部で日本一となった平島誠也隊員らが救助訓練展示を行うなど、来場者は見て、食べて、体験して、驚きと楽しさが詰め込まれた一日を満喫しながら、消防・防災に関心を寄せていました。